今月末に閉店する帯広の商業施設でお盆の時期に開催されている祭りが前倒しして開催されました。伊東洋華堂帯広店で今日開かれた稲田祭りです。10年前に途絶えた地元の盆踊りを店や住民らが復活させたもので、これまでお盆の時期に開催されてきましたが、今月末に伊東洋華堂が閉店することから前倒しして開催されました。家近いので、そうですね、やっぱりちょっと寂しいですね。閉店後は食品スーパーの第一がテナントとして入り、祭りは来年以降も継続される予定です。